い、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。今回プレイしていくのはですね、信長の野望創造法の PS4 版です。で、シナリオですが、信玄上洛という、仮想のシナリオ、こちらはダウンロードの追加シナリオになっているんですが、こちらをですねプレイしていきたいと思います。ちなみに有料版になってますけども、すでにダウンロードしてインストールしてありますので、このように選択できるような状態になっています。で、今回のこの信玄上洛というシナリオ、戦国時代が好きな方は一度はね、考えたことがあるかもしれません。もし信玄があの時死んでいなかったら戦国の世どうなっていたのかというところですね、今回はプレイをしながら見ていきたいと思います。早速始めていきましょう。で、今回武田信玄でプレイをしていきたいと思いますが、まずその信玄ですね、武田家の状態見ていきましょう。本城6、武将84、兵数が39,000、約40,000というところですね。一方ライバル信長が本城7、武将が122、兵数が41,700ということで、ほぼ勢力としては拮抗、やや信長の方が武将が充実しているかなというような感じですね。ただ史実通りであれば、信長はこの時点で、いわゆる信長包囲網ということで四方八方を敵に囲まれていた、そんな状態だったのかなと思いますので、むしろ信玄の方がやや有利かなというふうに思っています。さあ、早速じゃあ信玄を選んで、プレイの方していきたいと思います。この状態で始めていった時にどんな戦国伝が待ってるのかっていうのはね、ちょっと私もわからないんですが、明智光秀が武田家にいますね。早速、それでは今月の表情を始めますということで、光秀が、表情に出ているようなので、なぜか明智光秀が信玄側についてますね。まずは両国を見ていきましょう。国境を接しているはいるな。家康はもはや長篠城と浜松城を確保するのが精一杯というところですね。長島はやっぱ一騎勢が抑えていると。なるほど、大体分かってきました。足利も未だ存続ということで、二条五所はじめ抑えているところは抑えてますね。で、浅井も生きてますね。朝倉も生きてる。完全に仮想シナリオっていう感じですね。なんでこういった同盟国と結んで、織田領を侵食するっていうのが最初の、取っかかりになるかなと思いますね。まずはじゃあ、浪人がいるようなので、まず浪人を登用してですね、さらには軍団を作っておきましょう。ちょっとね、この信濃方面が空いてしまっていそうなので、まず本拠地を、今本拠地岡崎城になってますね。なので本拠地はそのままで新設しましょう。軍団を一つ、どの辺りに作るか、この木曽福島城を、軍団の一つに加えましょう。で、こっち方面からも信長の領地に侵入できるような、そういうね体制にしていきたいと思います。さあ、こんなところですね。おっと、ごめんなさい、久しぶりのプレイなので操作をちょっと間違ってしまいましたけど、もう一度選択肢直していきましょうね。これで選択をして、で、誰に軍団を引き出せるか、真田は非常に優秀なんですけど裏切る可能性があるので、勝頼に任せましょう。ここはで、攻略はもちろん信長を攻めてもらいましょう。で、一方ですね、
信玄の方としては、まあ、開発行為はね、例によってきっちりやっていきたいと思いますんで、推奨命令をこなして、外交で、どうしようかな。まあ、できるだけね、人を派遣して、同盟期間を長くできるようにしておきたいと思います。この辺りはもう本当にね、同盟結べるところは徹底的に同盟を結んでいきましょう。で、今同盟をすでに結んでいるところに関してはさらにその同盟を強固にしていくというところですね。まあどっかで必ず信長と一戦交えるのは必定ですからね。さらには、ああこれで巡殺したからもうもしかして、あ、大丈夫ですね。労力はまだ残ってます。となるとあとは省略怪獣はできないということであれば、あとまだ派遣してないところはあるかな。六角ができてないか、工作ができてないところはあるかな。ないですね。はい、それでは早速攻め込んでいきたいと思います。どこに攻め込んでいくかというと、まずはちょっとこの鬱陶しい信玄のこのなんていうんですかね、領地をちょうど挟むようにいる家康を滅ぼしてしまいましょう。出陣する。仮想シナリオになっているようなので、どうやら、戦国伝とか発生しない可能性がありますね。さあ開戦していきましょう。ここではですね、この城前で敵部隊を打ち果たすと、実はかしこまりました、城の耐久を一気に減らせるという嬉しい得点があるので、これを狙っていきます。ただこちらの方がまだ戦力が整っていない状態なので、守りに行ってしまいました。を使って榊原康政隊から逃れましょう。お任せください。またの部隊が続くやられたか。これはちょっとあれかな、味方の部隊は整わないかもしれない。ここは敗北か。さすが家康強い。ただこちらの方は続々と援軍が来てるはずなので、どんどん回線を仕掛けていきましょう。ただ部隊がまだ整ってないか。かかれ、攻めよ、行きます。行きましたね。お任せください。正々堂々勝負せよ。これで一気に形勢が変わるでしょう。嘘にはならん。かかれ。敵は。全てを込める対決せよ。よし、これで家康蹴散らしましたね。これで岡崎城の耐久が
2000まで減らせました。囲めるかな。囲めますね。これで罪よ。そしたらですね、ご命令を報告いたします。ここで軍備を開きまして進行の指示を出しましょう。勝頼の部隊に長篠城を攻略させましょう。因縁の長篠城ですね。で、内政はお任せをしておきましょう。これでいいですね。逃げられはせぬ。さあ、これで岡崎城を落とせば長篠城も落ちて、表情を始めます。徳川の配下の優秀な武将たちが信玄の家臣団に加わってくれるはずです。加勢いたします。出陣するぞ。我に打てぬ敵なし。よし、浜松城を落としたので我に打てぬ敵なし。取り囲め。騎乗させて城に戻るぞ。長篠城は任せておいて問題ないでしょう。思ったんですけど、包囲が不完全になってます。ご命令を報告いたします。報告いたします。騎乗させて。騎乗する。騎乗させないで力攻めしましょう。さあ、これであとはですね、城主がいない城があるので岡崎城、浜松城か、さっき落とした、ここに、そうだな、誰かを派遣しときましょうか。徳川を平らげておけば包囲の憂いなく信長と一戦交えることができますね。よし、長篠城を落として、これで徳川を滅ぼしましたので、続いて、どこを攻めようかな。姉小路家ちょっと鬱陶しいですよね。ただ上杉もな、我々を敵視しているっていうところありますからね。姉小路が上杉と織田と同盟しているんで、姉小路を攻めると上杉からも信長からも援軍が来て少々面倒なことになりますね。となるのであれば、先にやっぱり信長を、攻撃しといた方がいいかなという感じがしますね。で、北条とは同盟を結んでいるという状況なので、やはり信長平らげますか。であれば、まずどこを攻めるかというところですけどね。やっぱり名古屋城かな、最初に攻めるのは。そうですよね。ちなみに今出陣名古屋城にすると兵力が1万2000と1万か。まあかなり苦戦しそうな予感がしますけど、まあどっかで一回戦っとかないと話にならないですもんね。となると名古屋城攻めと犬山城攻めを同時にやるのが良さそうですね。ご命令を先月の終始です。報告いたします。
他の同盟している大名家に対して援軍を要請するというのが良さそうです。というわけで連合を組んでいきましょう。名手はもちろん武田です。で、勧誘勢力ですね。いや、思ったより入ってくれないな。となると下手に同盟を結ぶ、いや連合を結成するよりも個々の同盟者に援軍を頼んだ方が良さそうですね。下手に連合を組むと反武田連合が組まれて敵を増やしそうな感じがするので、連合を組まずに行きましょう。というわけで、もう1ヶ月送った後、織田攻めを改善していきましょう。先月の終始です。なるほど、三井出から政策の進言がありますので、まあでも甲州派と次第はやっときたいんで、甲州派と次第武将の忠誠が上昇し領民兵が増加、皆に伝えます。であとできる政策を取り行います。なるほどね、金銭収入が減少するのか、微妙だな。まあまずは甲州派と次第だけでいいですかね。そしたら開戦していきましょう。名古屋城に、1万9000の兵、まあ約1万ですね。で同時に勝頼の軍団にはどこを攻めさせるかですけど、岐阜城はちょっと攻略できないよな。郡上8万か、なんとも言えないですね。勝頼の部隊はそうだな、姉小路、いや姉小路も難しいよな。となるとちょっとやっぱり軍団を再編成しますか。早速ですけど、軍団を一度解散させて信長の領地に侵入できるようなところに軍団を一個新設しましょう。でここを誰に任せるか、武田信門にしとこうかな。やっぱり一門衆の方が安心感ありますからね。で北条方面をもう一軍団作っておきましょう。でここを誰に任せるか、勝頼がどこにいるんだ。勝頼がいないので、まあしょうがないですね。で今作った軍団にそれぞれ攻略の指示を出します。姉小路を攻めては、信門の部隊は織田を攻めましょう。これでいいですね。そしてこれで晴れて進行の指示を出せます。それでもやっぱりダメなのか。なるほどね。となると郡上八幡城を攻めてもらうしかないですね。ただ兵力がちょっと足りないな。ちょっと見送りますか。そうするとでは今出ている部隊でとりあえず一度ぶつかってみましょう。我が戦お見せしましょう。あとはですね、援軍の要請を出しましょうか。そうだな、浅井に
攻め込んでもらって援軍の寄せをガンガン出していきましょう。これで同時に進行していけば信長が攻めてくる寄せて、まあ、武田信玄を迎撃するのが難しくなるはずなので、これでちょっと様子を見たいと思います。不破光晴か、ちょっと部隊が少ないけど、まあ、信玄がいるんで回線を仕掛けていきましょう。完全に野戦ですね。進めとなると、信玄が到着するのをちょっと待ちたいと思います。信玄が到着は絶対してくれると思うんですが、それまではちょっとね、防戦せざるを得ない。本戦終わりました。決めでした。そしたらこいつを下がりながら信玄を前面に出して、承知いたしました。まさにはならぬを攻め生きれまい。避けて、承知いたしました。信玄を分析終わりました。避けましょう。敵の精神を逃れた後、幅強化なので、まず敵に乱戦を仕掛けていって、ここで乱戦を強化しましょう。相手の武とし、これで勝負ありましたね。ただ信玄の兵力も少し減ってしまったので、出陣するぞ。我が戦。お見せしましょう。出陣する。出陣します。出陣します。さあどうかな、ちょっと兵力が足りないかな。基本的にも全員登用です。家康も配下に組み込みましょう。出陣します。表情を始めましょう。正幸とかそういう優秀な武将をちょっと前線にやっぱ送り出した方がいいかな。出陣するぞ。お任せください。出陣するぞ。出陣する。名古屋城を落とせればだいぶ報告いたします。なんていうんですかね、織田に大ダメージを与えることができるかなと思うんですけどね。金が足りないって言われた。悲しいな。やっぱ信玄の領地は金が、商業があまり発展しづらいとこなんですよね。なんとか名古屋城は落とせそうとなると、次の攻撃目標ですね、犬山城の攻撃に入っていきましょう。出陣します。出陣するぞ。名古屋城を落とした部隊はかなり戦力を消耗してるので、一度帰らせて武将を補給したいと思います。待機しろ。
うわ、上杉家を名主として反武田連合か。なるほどね、先に連合を組まれてしまったわけですね。となれば当然こちらも連合を組まざるを得ませんね。ただ連合に入ってくれる大名がどれほどいるかというとあまりいないですね。残念。まあただそれでもないよりは全然マシっていうところはあるんで、とりあえず勧誘しておきましょう。で軍団ですね、こちらの軍団はとりあえず上杉を対象に作戦を練っておいた方が良さそう。重荷を負う覚悟わしにはできておる。待機しろ。出陣するぞ。さあこれで一定数が出陣するぞ。出陣する。味方にはなってくれそうな感じはしますので、ここは痛み分けになるのかな。三河武士の魂決して砕ける。なんとか犬山城大垣城あたりは落としておきたいんですけど。表情を始めましょう。先月の終始です。このままいくとやっぱり織田剛という感じになってしまいますからね。出陣するぞ。敵が我が領内に向かっております。お助けいたします。今ちょっと足りないんだな、やっぱ兵力が。そうなるとここは一戦交えて城の耐久を一気に減らしにかかりましょう。こっちは戦力かなり充実してますからね。武将の数こそ少ないんですけど、家康と忠勝と正行とという 武将が揃ってますんで、兵力差はほとんどないとなれば勝てる見込み十分にありますね。さあ敵が出てきた。行くぞ。そしたら川魂か、自身を大幅に強化してくれると言ってますけど、三河魂を発動させて敵に突撃できる。で正面に回り込んで、正行の部隊はちょっとね、この敵陣衆の部隊を警戒しつつ前進していきましょう。そしたらここで騎馬突撃をかけて蹴散らします。死兵か。遊びは終わりだ。攻めよう。続きなさい。さあ城門破壊、600か減らせる耐久が。出陣する。出陣する。ここで敵の援軍が来てますね。まあでもここでも回戦をして、回戦をしてなんとか行くぞ。敵を蹴散らしていくしかないですけど、敵が混乱しているっていうんで、この混乱に乗じて一気に敵を殲滅するのが良さそう。間に合うかというのがありますね。この混乱が解けてしまう前に。かしこまりました。よし、
イエスが撤退せざるを得ない状況に追い込まれましたけど、一応勝利はしました。敵将捕獲した。表情を始めましょう。先月の終始です。工作をしていかなきゃいけないけど、いや信玄自らはやりすぎだろう。疑惑の目で見られてるんですね今、旗の毛からは。連合を組んでるところは勝手に信頼は上がっていくので、このまま放置しておけばいいでしょう。よし、これでいいですね。となるとやっぱりここなんですよね。援軍がどれくらい来るか。1000か。敵の援軍がどれくらい来るかですけどね。都市が2000が援軍に来たらかなり苦しいな。一度兵を引いた方がいいのかどうか微妙なとこですね。出陣する。お味方が捕獲されました。味方が捕獲されたか。ここはちょっと一旦兵を引きましょう。名古屋城しか落とせなかったですけど、我が戦お見せしましょう。表情を始めます。そしたらちょっと戦力を強化したいんで、一旦なんとか兵力を整えたいところですけどね。前線に家康を配置して、どうしようかな。ちょっと難しいですね。出るとするか。敵将捕獲した。続きなさい。表情を始めます。兵力がどれくらい回復してるかですね。名古屋城は3300か。岡崎城、ちょっと兵力不足な感は否めないですね。ちょっと兵を休めたいところですけど、まあでも兵を休めてると信長の方もね、兵力が回復するっていうのは間違いないので、今度はキヨスを攻め取りましょうか。でここは個別に出陣をさせていきましょう。最大兵力を動員したいので。出陣するぞ。戦場へ参る。高坂が800か。で信玄が2500。風のごとく速やかに動け。若いな声が。なんとかね、この清水犬山、この辺りの城は押さえておきたいところなんですよね。で駿府から山形を出しましょう。4000、これはでかい。そして家康も合流したら清須に一気に攻めかかります。かしこまりました。逃げたければ逃げなさい。出陣するぞ。海津城に敵4200か。ちょっとこの4200は捨ておけないな。
なんとか敵を封じ込める必要がありますけど、部隊が出払ってんだな。海津城が守りきれるかちょっと微妙だな。ただここを攻めてた部隊が戻ればなんとか守りきれそうな感じがするので、対織田戦線に信玄の兵力は集中させましょう。重荷を負う覚悟わしにはできておる。戦場へ参る。敵将捕らえたり。表情を始めましょう。報告いたします。まずはこの城前で開戦していきたいところですね。出陣する。三河武士の魂決して砕ける。我が領内に敵が迫っております。信孝がこっちに下るんだ。いやこれはちょっとまずいんで解放してあげましょう。信長は存命中にその三男がこちらに下るというのはちょっとおかしな感じになりますからね。そしたら清洲城を落としたので、続いて犬山城攻めに入りましょう。承知いたしました。我が策お見せしましょう。止まれ。で信玄は名古屋城まで一旦兵を引いて、皆の者続け。ここが貴様らの地獄よ。ご命令くだされ。犬山城攻めまでやらせてくださいね。そしたらちょっと一旦長くなってきたので、終わりたいと思いますが、内政もある程度しっかりやっておきましょう。毛利高政が浪人になってますね。さあこれでいいでしょう。出るとするか。出陣します。我が王の城包囲されました。海津城が落ちるとかなり痛手だな。間に合うのか。上杉謙信が来てんのか。謙信自らとなると多少は厳しいですね。ただ援軍が続々来てはいるのでなんとかなるでしょう。そして足利将軍家は幕府としてまだ君臨してるので、こうやって役職を義明がくれるんですね。これは足利幕府も倒すことになってしまうんだろうか。まあ、海津城は守りきれそうなので引き続き対織田戦線を見守っていきましょう。表情を始めましょう。報告いたします。犬山城攻めが思ったより手こずってるな。ちょっと兵力が足りないんでしょうね。敵将捕らえたり。やっぱり徳川の家臣団は優秀ですね。報告いたします。先月の収支です。回収するって言ってもな、どこを回収するかだけど、市としてはやっぱりね、もうちょっと畿内に近い城を回収したいので、ここはグッとこらえましょう。グッと捉えてとにかく信長を駆逐していくと。敵将捕らえました。出るぞ敵将。これで、犬
山城をこちら落として、清洲も落として、名古屋も落としたというところで、だいぶ、信長を追い落とし始めているというところまで今回お届けできたかなと思います。で、次回はですね、もっともっと信長を侵食していきたいと思いますので、次回はその様子をお届けしていきたいというふうに思っています。今回はここまでにしたいと思います。